マイケル・デュ・ドク・ドゥビットは、オランダ出身のアニメーション作家、アニメーター、イラストレーターである。主に、イギリスを拠点として、短編アニメーション映画を中心に活動している。オランダで生まれ、イギリスを拠点として活動するアニメーター、イラストレーターである。主に短編アニメーション映画を中心に活動している。監督した、岸辺の二人は、第73回アカデミー賞にて、 短編アニメ賞を受賞するなど、各賞を受賞した。また、長編アニメーション映画としては、日本、フランス・ベルギー合作の、レッド・タートルある島の物語で監督を務めた。同作のシナリオと絵コンテを作成するため、一時は日本に居住していた。同作は二0十六年に公開され、カンヌ国際映画祭のある、視点部門特別賞を受賞した。百五十三年、 オランダのユトレヒト州アプカウでにて生まれる。スイスに渡り、ジュネーブ州ジュネーブでエッチングを学んだ後、イギリスに移り、サリーインスティチュートオブ、アートデザインにてアニメーションを学び、卒業後1978年に、初めての映画となるインタビューを制作した。2016年6月13日、アヌシー国際アニメーション映画祭にて1980年以降は、 フリーランサーとして活躍し、テレビ番組やコマーシャルのためのアニメーション制作に従事。1994年のお坊さんと魚では多くの賞を受賞し、注目を集めた。1994年8月に、オタワ国際アニメーションフェスティバル審査員特別賞を、1996年3月に、セザール賞短編アニメーション賞を、同年8月に、 広島国際アニメーションフェスティバル広島賞を受賞するとともに第67回アカデミー賞の短編アニメ賞にもノミネートされた。2000年の岸辺の二人は2001年1月に英国アカデミー賞の短編アニメーション賞を受賞し、同年3月には第73回アカデミー賞の短編アニメ賞を受賞している。その他にも2000年9月に 小田和国際アニメーションフェスティバルのインディペンデント作品賞と観客賞を2001年6月にはアヌシー国際アニメーション映画祭の短編部門グランプリと観客賞を2002年6月にはザグレブ国際アニメーション映画祭グランプリを同年8月の広島国際アニメーションフェスティバルではグランプリと観客賞をそれぞれ受賞している。なお2005年には オタワ国際アニメーションフェスティバルの審査員に就任した。スタジオジブリの鈴木敏夫より打診され、自身初の長編映画、レッドタートルある島の物語の監督に就任。スタジオジブリとワイルドバンチの出資を受け、2007年頃より制作準備に入った。日本の東京都小金井市に転居し、シナリオと絵コンテを作成した。 高畑勲らのチェックを受けた上で、絵コンテが完成すると、今度はフランスに戻り、本格的な制作に入った。2016年5月、レッドタートルある島の物語にて、カンヌ国際映画祭のある、視点部門特別賞を受賞した。その他、同年9月に、アテネ国際映画祭の審査員特別賞と、観客賞を受賞している。 絵本の制作も手掛けており、絵本作家テオと共に共同制作した絵本、オスカーとフーは日本でも評論者から発行された。ありがとうございます。